あなたの心にイルハートということでね、コンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートです。今回はね、朗読、まあ腐ってもね、こうイルハートは可愛い系 VTuber で通ってますから、こういうね、こうちょっと違う一面でね、可愛い度をね改めてアピールしていこうと思います。また変なのじゃないですよね。もう何なんですか、その動物さん朗読って。動物さん朗読とは、朗読中に動物の名前が聞こえてきたら、その動物のモノマネをして可愛くアピールする企画です。例えば猫ハートと聞こえたら、こんにちにゃーと語尾に猫っぽい言葉をつけて朗読をします。あ、なんかこれ可愛いじゃないですか。これですよ、これなんかこういうさ、独自性もあってね、可愛い企画、いいじゃないですか。あー、はい、すいません、すいません。ただ野生の猫と言ったら、セリフ関係なくにゃーんと大きな声で言う。まあなんかちょっと不安もありますけれどもね、まあ、確かにこう可愛いアピールできる企画な気がしますね。まあね、ここでね、こうグダグダ考えててもしょうがないので、早速やっていこうと思います。たったったった大好き。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこっこーどんぶらこっこーと大きな桃が流れてきましたにゃ。常に飢餓に苦しむおじいさんとおばあさんは、最高の食材が手に入ったと思い、大きな桃を拾い家に持ち帰りましたにゃ。合ってんだから、これ。持って帰った桃を二人が食べようと桃を切ってみると、なんと中から元気のいい男の赤ちゃんが飛び出してきましたが、なんと子供のいなかったおじいさんとおばあさんは喜んで育てることにしましたパン。男の子は桃から生まれたので桃太郎と名付けましたぽん。そして長い年月が経ち、素敵な青年に育った桃太郎は、気が触れたかのように突然、悪い鬼がいる、鬼ヶ島へ行って全てを成敗する、パオーン。だーうん、感銘を受けたおじいさんとおばあさんはきびだんごを渡して、桃太郎を喜んで鬼ヶ島へ送りました。旅をしていると、突如桃太郎の前に犬が現れ言いました。そのきびだんごをくれたら、僕も鬼退治に行くわよ。間違えた。そのきびだんごをくれたら、僕も鬼退治に行くよワン。ワンワン言う犬の言葉を受け、桃太郎はきびだんごをあげました。犬はワンワンと大喜び、心よく鬼退治に協力してくれることとなりましたにゃん。犬を引き連れて一路鬼ヶ島へにゃん。そして今度ワンワンと鳴く犬と旅をしていると、今度は猿がにゃん。そのきびだんごをくれたら、僕も鬼退治に行くよにゃん。仲間が増えると思い、ワンワン喜ぶ犬とキッキッキーと期待する猿を見て、桃太郎はきびだんごをあげました。ほうほぎきょん。猿はキッキッキッと、犬はワンワンと大喜び、心よく鬼退治に協力してくれることとなりました。ほうほぎきょん。ワンワンキッキッキー、みんな引き連れて一路鬼ヶ島へ。
そして今度キッキッキーと鳴く猿とワンワンと鳴く犬の前にキジが来ました。そのきびだんごをくれたら僕も鬼退治に行くよ。ほろっほーほろっほーバーン。仲間が増えると思いワンワン喜ぶ犬パオーン。キジと仲良くなれるか不安でキッキッキッと鳴く猿パオーン。犬はそんなキッキッキッと鳴く猿をワンワンと慰めますパオーン。キジもホロッホーホロッホーとアピールしてますパオーン。キジにきびだんごをあげましたワン。猿もキッ犬もワンワン、キジがホロッホーホロッホーと大喜びワン。ワンワンとキッキッキッワンワン。バーホロッホーホロッホーとキッキッキッワンワン、キッキッキッホロッホーホロッホーと心強い仲間が増え、みんな大喜びです。バーうん、鬼ヶ島にたどり着くとちょうど鬼たちは酒盛りをしており、奇襲を仕掛ける犬、猿、キジ、桃太郎。犬はワンワンと猿のキッキッキーを援護し鬼たちを威嚇します。キジはホロッホーホロッホーと鬼の目をえぐり、大喜びの犬がワンワンワン。ホロッホー、犬も猿もキジも一斉攻撃を仕掛けます。おーほーほーけきょうどっちだっけ、それいけホロッホーホロッホーとキッキッキッワン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 キッキッホロッホーキッキッホーほーけきょうバーン。何回ぞやらせんな。キジはホロッホーホロッホーと鬼の目をえぐり、大喜びの犬がワンワンワンおお撃を、犬も猿もキジも一斉攻撃を仕掛けます。ほろっかそれいけほろっほーほろっほーとキッキッキッワン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 キッキッキッほろっほーキッキッあーほ撃をですか。あーあのシンデレラ好きなんですよ。いやーやっぱね、こうなんかお姉さんたち、ママ母たちにこういじめられてるじゃないですか。なんかね、掃除とかしてるさ、なんかみんながお出かけ行くのに自分はどこにも行けなかったりとかね。まあなんて言うんだろうな、まあイルハートもね、こう責任者に日々虐げられているわけですけれどもね、こういつかはね、こうシンデレラのようにね、こうイルハートも幸せになりたいなって思ってるんですよ。っていうことでね、イルハートの魔法使いさん、早く来てください。